開幕3連勝したものの連敗中のセレッソ大阪はアウェーで清水エスパルスと対戦です。前半11分、セレッソはブランコのクロス、クリアボールを扇原、扇原の今シーズン初ゴールでセレッソが先制します。追加点を狙うセレッソでしたが、エスパルスバレーを中心とする攻撃にヒヤリとする場面も。33分、エスパルスのコーナーキック、裏マスが合わせ、最後はバレー、セレッソは同点に追いつかれ前半を終えます。後半に入っても見せ場の少ないセレッソ、チーム得点王の柿谷、貪欲にゴールに迫りますが得点に結びつきません。39分、セレッソは途中出場の18歳南野がゴールを狙いますが決めきれず、試合は1対1のまま終了。セレッソは4試合勝利がありません。